今日は2023年、8月いつだっけ22ですね、今日23か23ですね。そこに23って書いてある。これはなんだっけ、スイス、スイスのジュネーブ、ジュネーブ。いや最近ねちょっとねこのね画像にね入りたくないっていう人がたくさんいて、もう撮らないでとか言われるから、もうクソめんどくさいんですよね。なんかこれジュネーブです。スイス、僕の滞在しているホテルはあのフランスにあります。で今車で来ました。でここに今入ってきてます。到着しました。到着しましたっていうか、シャーって音がしてるでしょ。これエアコンガンガンに効かせてます。到着したっていうか、これドッグショーに犬を出す人たちの駐車場なんですけど、なんか英語が通じなくて、ちょっと見たいだけなんだけどって言ってたけど、まあもういいよ入って入ってみたいな感じで、今日は入れましたが明日大丈夫かな。入ってきました。なんかちょっと薄暗い。ワールドドッグショー2023です。ここ歩き回っていいかな、このまま。まあ大丈夫でしょう。なんか60人いるって言ってたんだ。あ、パピオンがいた。ちょっと待ってよ、ちょっとね、あれがいた、これがいたとか言って撮ってるとちょっとキリがないんですよね。なんか見なきゃいけない人とところとか、会わなきゃいけない人にちょっと会えないから、今日はあの今日はワールドドッグショーではありません。今日はね、あのキャシブのショーです。 CACIB のショー。なんかすごい汗をかいているだってものすごい距離歩いたんですよ今。いや、あのね、あのまた今回も別にわざとではなくて、意図的に悪意があったわけではなくて、なんかこっちですよ、こっちですよみたいな感じで駐車場に、あ、今車運転してきました。あの今回は車をレンタカー借りてます。で行ったら、だからほら、その読書関係者が、止める駐車場だったわけです。読書関係者っていうか、その犬を出してる人が止める駐車場だったんですね。ちょっとあんまり大きな声で話せないから、ちょっとちっちゃい声で話しますけど、悪意があったわけではなくて、こっちですよこっちですよみたいな、そしてちゃんとその方向を示すワールドドッグショーこっちですよっていう書いてあるやつがあったから行ったんですが、そこはだから犬を出す人たちが止めるところで、犬の番号あるとか言われて、いやいや番号がない、その見に来ただけだからって言って、俺犬出さないよって言って言ったんですよ。英語でもちろん言ってます。だけどそこのその案内の人間たちが英語が通じなくて、あれ、あの犬が1位になった。案内されるがままに行ったら、そこはそういう犬を出す人たちのところで、そこにもう、まあ、止めてきたわけですよ。そこに車を止めてきて、でだからその読書に出す人たちの通路から入ろうとしたら、チケットをやっぱ見せなきゃいけないなと思って、チケット出してたら、チケットがある人はこっちですよとか、あ、こっちじゃなくて向こうですよとか言われて、正しい普通の読書の入り口から入っていったら、すっげえもうとにかく全然場所が違ってて、ものすごい距離を僕は歩いてきました。だから今汗ばんでます。長いです、汗をかいているの説明が長い。うわ、こっちの会場の方がすごい広かった。1番からあるのかな、1番からはないですね。30番、27、48、50ぐらいまでありますね。60があったの。うわ、ここの会場、こっちはすごい広い。びっくりするぐらい広いですよ。1桁台のリングあるのかな、1桁台のリングある、9があった。じゃあここに全部あるのかな。
あ、7とかがあるから、ここに全部あるのかもしれないですね。うわ、すげえ。分かれてないですよ。全部ほとんどの、リングがここに入ってますね。このスペースの中に。このスペースの中に入ってる。ほら。すごいですよ。今日本人の方かな、ちらって見たけど。だからそういうことがね、結構いっぱいあるわけですよ。毎回ではない、毎回ではないけど、結構頻繁に起きますね。得したような、いやでも助けられる時あるんですよね、それによって。だから前回のじゃない、今回の、今年のその、あれ、パピオンが、あ、びっくりした。ただいただけだ、一頭だけ。今回の、なんだっけ、ウェストミンスターですよ、今年の5月だったっけな、ウェストミンスター。いつも2月だけど、うわ、すげえ、このブルドーグ、ちょっと待って、今、取りたかった。クソ、取れなかった。イングリッシュブルドーグじゃないブルドーグがいました。大きなブルドーグ。これ、かわいい、ちょっと。全然僕もその時分かってなくて、その分かってなくてというかね、そのね、なんかメインのリングがね、建物の中にあったんですよ。屋外の会場だったんですけど、多分そのコロナウイルスのことでですよ、多分おそらくね、まあ、バーニーズだ、ちょっと待ってます。なんかもうややこしい、少し、うわ、でかい、この番組で、でかい、でかい、でかい、何だった、何の話でしたっけ。そうそう、ウェストミンスターで、だから建物の中にあって、そこの見たい、あ、ペギニーズだ、ペギニーズ見たかったんですよ。それで、ちょっとこれ撮ってて大丈夫かな、なんか会わなきゃいけない人いっぱいいるんですけど。最近その動画撮ってる時間があんまりないんですよね。ちょっと会わなきゃいけない人いっぱいいるんですよね。それで何だったっけ、そう、建物の中にあって、ペキニーズが、それでそこに入りたかったんですけど、だってそのリングは1番から何番かだったかな、なんか1番リングから何番リングかはその建物の中ですみたいに書いてあったわけですよ。それでそこに行ったんですけど、そしたら入れなかったんですよ。なんかセキュリティの人間が入っちゃダメって言うから。でなんでって言ったら、この腕に輪っかを、腕になんか何ベルトみたいな、なんかバンドみたいなやつをはめてる人しか入れませんって言うんですよ。でだからそれが入場券なのかなと思ったわけですよ、僕は。それでじゃあそれどこで買ったらいいの、俺も買ってくるからって言って、それどこで手に入れたらいいのって言ったんだ。 Where can I get it? って言ったんですよ。そしたらね、向こうって言ったんですよ、その男性が。向こうで指さして向こうって言うもんだから、あ、ちょっと待って、あ、そうだ、俺ちょっと一旦休憩、一回止めます。ちょっと見なきゃいけない、絶対に。何でしたっけ、だから、その、何、向こうってただ言ったから、向こうってどこなんだよみたいな感じで、話してたんですよ。そしたらね、なんかね、そのほら、その、今回のウェストミンスターのなんかメインのなんかアナウンサーみたいな、キャスターみたいな、多分テレビで有名な人なんだと思いますよ、アメリカでは。その人が来てね、この人大丈夫よみたいな、入れてあげてみたいな感じで言われて、入れてもらったんですよ。でなんかもう、まあ、その人が言うなら仕方ないみたいな感じで、その警備員も
だからもうこの人が言うならしょうがないわみたいな、しょうがないわじゃない、男性だった、若い男性、20代30代かな、20代か30代若い男性でしたね。この人が言うんだったらもうしょうがないみたいな感じで言うこと聞かなきゃいけないみたいな雰囲気になって入れてもらえたんですけど、入れてもらえたというか、そのなんかアナウンサーかキャスターかなんかその女性が一緒に行こうかなんか言って一緒にね、どっから来たのとか、日本ですとか言って、そのなんか一緒に行きましたよ、歩いて。で、犬なんつったっけ、自分なんつったっけかな、なんか誰か中にいるのって言ったんです。そう、その建物の中に。それで、ああまだ会ってないけどって言ったんですよ、多分誰かいると思ったから。だから、あ、まだ会ってないんだけど誰かいるって言ったんですよ。そしたらね、あ、じゃあもういいわよとか言って、もうそのだからベルトっていうか、そのリストバンドみたいなやつを取らずに、もう行こう行こうとか言って中にもう入れてくれたんですよ。すっごい特別待遇してくれて中に入ったんですけど、後で考えた時にそこはね、全然もうね、で行ったらね、もうリングサイドなんですよ、すり鉢状になっていて、観客はそのすり鉢状になっている観客席に行かなきゃいけないわけですよ。それの下のリング、もうそこはもうだからハンドラーしかいないわけです。ハンドラーと犬しかいなかったんですよ。とあとなんかオーナーかなんかかな、犬のオーナー、そこに入っていって、うわー、俺全然、俺こんなこと望んでないのにみたいな、俺ただ単に観客席に行きたかっただけなのにと思ってたんですけど、もうそこにはだからアメリカではすごい有名なハンドラーと犬たちだけがもうたくさんいて、僕はこの犬何なんだろう、僕はだから何、全然無関係の人間なのにリングサイドでビデオ撮ってました、その時。だからあの時なんだっけな、だからチャイニーズクレステッドとペキニーズと、なんか、なんだったっけな、あ、板グレか、板グレ撮りましたよ。もうせっかくだから撮って帰ろうと思って、俺全然超無関係の人間なのにと思いながらも、入って撮りました。そのアナウンサーの女性がすごい優遇してくれました、なんでかわかんないけど。まあ、別にそれは僕は何の悪意も何もなかったですよ。だからその時もやばい、ちょっと待って、ちょっともう行かなきゃやばい。